はい、日本一早い格闘ニュースの時間です。最初のニュースです。 K-1 レジェンド息子についてです。なんと K-1 レジェンドブアカオ選手がキングカズの次男寝違いで試合をすっ飛ばし、今回は風で試合をすっ飛ばした息子カズと戦うことが決まりました。もちろんエキシビジョンマッチで適当に戦うだけでしょう。アジアでも人気のレジェンドキングカズの息子というだけでレジェンドと戦える親の49光ぶりはさすがです。次のニュースです。フェリペ・キンタマーニ観光マンについてです。息子をカズに大晦日入国できずにキャンセル、2回目首が寝違えてキャンセル、3回目風邪でキャンセルされたキンタマーニですが、観光は満喫したようです。ほっとしました。次のニュースです。朝倉未来大反省のやらかしについてです。なんと我らの土色サメ肌ナポリタンマスチフよりナポリタンな朝倉のみっくんがやらかしたみたいです。そしてやらかした反省として解明することになったそうです。動画は見ていないので詳しくは分かりませんが、新しい名前にするのですが、おそらく前例のないことをしたい、モノマネはしたくないということから、新しい名前は朝食ミルクになるのではないでしょうか。次のニュースです。平本蓮アンポルキアに暴行被害についてです。我らの色白持ち肌ポメラニアンより可愛い平本の蓮くんですが、日本一細長い男キャンプファイヤーアンポルキアになんとバーベキューでエビといじられてみました。面白くありません。次のニュースです。斉藤豊ブレイキングダウンに大苦言についてです。我らの元シュート及びライジン元王者斉藤豊選手が次回の YouTube でブレイキングダウンを語るそうです。おそらくブレイキングダウンの朝倉新喜劇やらす喧嘩コントに対して大苦言を呈してくれることでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それでは8月7日夜8時から YouTube の配信ご覧ください。さよなら、さよなら、さよなら。